創始カバネコは、1998年に、中国の災難市で結成された、ブラックメタルバンドである。創始カバネコは、1998年に、山東省災難市で結成され、メンバーは、ブラッドシート・ブラッドファイヤーの二人だった。2004年以降、3人目のメンバーとして、デッドスフィアが加わり、バンドの形態が完成した。バンドに遠隔についてはほとんど知られていない。 サウスチャイナモーニングポスト紙の記事によれば、創始カバネコは中国で最も長く活動を続けているメタルバンドの一つであるという。創始カバネコは中国最初のブラックメタル専門レーベルであるブラックハッピネスプロダクションと契約した後、ブラッドファイヤーの別プロジェクトであるインギサウムとの合作 CD、オータム・オブ・ソトード、シミング・オブ・ローランをリリースした。2006年、 ソウシュカバネコは、ペストプロダクションと契約し、翌年、デビューアルバム、アフターイメージオブオータムをリリースした。2015年、ソウシュカバネコは2曲入りの、グヤン EP をリリースしたが、これは同年のうちに収録曲を増やして、フルアルバムとして再リリースされた。2008年から2012年にかけて、ブラッドファイヤーが4年間にわたって、ドイツに留学したため、 2015年にグヤンが発表されるまでバンドに活動は一時休止状態となっていた。2017年、創始カバネコはフィンランドのスティールフェストオープニアに招待されて演奏し、初めてヨーロッパでコンサートツアーを行うこととなった。同時に、創始カバネコは北欧でコンサートを行った最初の中国のバンドとなった。 2019年8月2日から8月19日にかけてバンドはヨーロッパ各地を回りバッケンオープンエアなどいくつかの音楽祭でも演奏した。2018年ソーシカバネコはオランダのロードバーンフェスティバルやチェコのブルータルアサルトでも演奏した。2020年3月フランスのメタルレーベルであるシーズンオブミストがソーシカバネコと契約し、 彼らの3枚目のアルバムのリリースの計画とともに、最初の2枚のアルバムをこのレーベルから再リリースすることが公表された。2018年のロードバーンフェスティバルで演奏する、ソーシカバネコ。ソーシカバネコは伝統的なブラックメタルに中国の音楽の影響を加味した演奏をする。インタビューの中でブラッドシーは、グループがブラックメタルを選んだのは、 メタルジャンルの中でも他の音楽スタイルではバンドのメンバーたちの言いたいことを表現できないからだと述べている。ブラックメタルとそれが人間、自然、多心境、先祖崇拝などに向ける見方は独特な哲学的機質があり、それがバンドの音楽にフィットするのである。ブラックメタルのジャンルで典型的に使用されている楽器の他にバンドは木魚、ハンドベルなど、 伝統的な中国の楽器も用いている。静かでメロディ豊かな部分ではギターが伝統的なサウンドを作り出す。バンドの曲の中には20分を超える長さに達するものもある。ブラッドファイヤーは自分たちが影響を受けたバンドとしてバソリー、メイヘム、キャンドルマス、アビゴール、バーズムを挙げている。歌詞については伝統的。 民族的な中国の死から着想が得られており、創始カバネコの曲は中国の伝説や中国神話に取材している。さらにバンドによれば、紀元前771年から紀元前221年にかけての時期、特に戦国時代が着想を得る元となっており、その時代の書物に現れる感情面の激しさや絶望がブラックメタルジャンルにフィットするのだという。 中国にはキリスト教に由来する伝統がないため、反キリストや悪魔崇拝といったテーマは彼らには関係ない。その代わりに彼らは中国の哲学や歴史に焦点を置いている。コンサートにおいてこのバンドはホグマシンを多用する。ドラマー以外のバンドメンバーは寒服に似た黒い服に伝統的に中国の農民が用いる塩水状の高さを被って顔を隠し、 昔の釣り人のイメージを演出しようとしている。農民風の高さは、流草原の詩、公説を踏まえている。マイクスタンドには、伝統的なランタンや木の枝が飾られる。コンサートにおいて、メンバーがコープスペイントをすることはない。一曲演奏を終えることに、バンドメンバーたちは聴衆にお辞儀をし、また伝統的な手の仕草をして、敬意を示す。メンバーについての情報は、ほとんどない。 ブラッドファイアーはソロでのメタルプロジェクトとしてインギサームを行っている。創始カバネコのメンバーは中国の雰囲気を持ったブラックメタルダンジョンシンセのプロジェクトデマゴールガンにハオレアローやデストラクション・オブリデンプションのメンバーたちと共に参加している。英語のオンラインマガジンや新聞によるとズリアーケというバンド名は中国風英語のカバン語であり、文字通りの意味は 死体が埋められた湖の意味であるという。この名は中国の詩人で政府への憎悪から受水自殺した屈原を引入している。2016年に中国語で行われたインタビューの中でバンドメンバーたちはバンド名について嵐の神である、自と埋葬を意味するウリや湖を意味する明けを繋いだものと説明している。ありがとうございます。